ロフォホラとはサボテンかウバタマサボテン属の総称。プロポーション自体は一般的なタマサボテン型のそれであるが一般的なサボテンの用紙と異なり柔らかな肉質でシザには綿毛が密接してトゲをつけない独特の姿をしている。地下部には太い芋状の海景が発達しバイオマスのほとんどは地下に潜り込んでいる。この地下の海景は 毎年古い地上部が収縮して地下にたぐり込まれることによって大きくなっていく。野生個体では地上部は扁平で潰した満洲状であるが、栽培個体では休憩に発達する。肌の色の違いや綾の形状、綿毛の長さなどの個体差が大きく、日本ではこの種を愛好するものが多い。また多くの園芸品種が選抜されたり同一種で、 あってもその特徴によって品種名を変えたりされ、愛好されている。北米大陸南西部の乾燥した草原に分布する。アメリカ南西部からメキシコ北部にかけて分布する。直射日光下で日中の気温が摂氏50度を超える環境にも耐え、短い高雨期に水分を取り込んで残りの乾燥期に耐える。乾燥期には大きな地下部を含めた全体が収縮するため。 植物体全体がしばしば地下に埋没してしまう。雨季になると植物体が膨張するため、扁平な地上部が地面すれすれに地上に現れる。大きさは5から10センチメートル程度で古吹きしたり、群生していることがほとんどである。種類によっては、自家受精するものもあるため、単管からでも微小で多数の個体を増やすことが可能である。なお、趣味科の温室栽培などでは、 直径が2 0トルを超えることも珍しくなく、またシザの綿毛の束の長さも数センチメートルに及ぶことも珍しくない。この属の植物にはメスカリンと呼ばれる幻覚作用のある成分が含有されており、古来よりアメリカインディアンが痛み止めや儀式の際に幻覚作用をもたらすために使用することが多い。アメリカでは過去に一部のヒッピーが LSD の代用として常用していた事実もある。ただしこの成分は野生に自生するものにのみ高濃度で含有され、栽培下で高速で育成されたものにはあまり含有されていないとされる。日本でも麻薬代わりにサボテンの栽培業者でこの属の植物を求めるものがいるようではあるが、著しく苦いばかりで期待した効果は得られていないと考えられる。 原産地に自生するものを一般的に水管玉の種商名でデフューサと呼ぶことが多い。植物学的に種として記載されているものは次の3種である。ありがとうございます。